え、一発で帰れそうな感じやったんやけどな。でもこれ次でいけそうじゃない、もう。うん。多分いけるね。ね、いけそう、いけそう。どうします、これ、戻します。いや、戻さない。もう、いらない。だからもう、空はなくなりました。はい、うん、よかった。はい。これ、わかりやすい。次、これね、今、なんかいい問題でしたね。そうやな。1回目にしてはなかった。ただ、マジで部屋散らかりそうな気がしてる。第2問。はい。はい、でん、な、から始まる。はい。おい。でん、春らしいもの。何やどんな形容詞やん。むっちゃ絞られるな、それ。これだいぶ絞られるよね。しかも今、夏やし。そうやんな。夏服わかんもんな。夏服わかんもん。ななぁやろ。なぁから始まるの。春といえば、花見。花見とかね。まあ、ピクニックとかね。ほぼ花見やろ、それ。それを桜の下でやるのが花見。桜がないバージョンがピクニック。厳しくない？ええやん。厳しいよ。どっちでもええやん。なあのものが思いつかんまず。なあねー。なあ。なあ。ちょっと、出てこやんからみんなもうそれぞれ一回探しに行って持ってくる。そもそもがないかもしれん。そうやな。もうこれはちょっと、むずいから。そうしよう。一回探しに行こう。会えば奇跡。うん。そうしよう。なあ、とりあえずなあやな。なあとりあえずなあの。なあ、あーな、わかった。あった。めっちゃ春っぽい。春っぽいわ。あった。あった。まず一個だけ見つけたけど、春かなこれ。ありましたわ。ありました。春っぽい？めちゃめちゃ春。めっちゃ春やこれ。これ一番の答え。てか、マサヤンやったら、なーから始まるもん、あるはずやねんけどな。え？どういうこと？マサヤンやったら、かぶりそうってことしげと。マサヤン家には多分あると思うよ、俺持ってきたよ。だってマサヤン好きやもん。好き。あー！じゃあ俺ちょ、帰っていい？え、分からへん。帰んで。分かった。帰んといて。ちょ、思いついた上であるんや。帰んといて。まさやなのうちにあるな。ただあれやで、みんなこれで会っても春ではないと俺思ってんねんけど、大丈夫かな。いや、解釈によっては春でいけるよこれ。春かな、まさやん。解釈によっては春。これ俺今の資源のでむっちゃ分かったわ。これ合うわ。え、ま、待って、まさやんちのな。これしかなかった。うん、まさやんな。まさやん絶対持ってるはずのな。な、俺も分かったわ。あ、ない、ない。ない。ない。タイミング良かったらないよな。うちはないやん。なさそうやな。まさやん遅ない。ほんで。まさやん。まさやん時間制限作らな。ほんであんたの企画やろこれ。高三な、高三。高三とかありな。なんなの。一絶対合わんやんじゃ。終わらんやんそれ。いやもう全然ないわな。全然ない。いや絶対俺らが出したら、俺出したら、うん、絶対あるって。俺とシゲ絶対合ってるから、俺とシゲで出す。まずマジ OK。 ああ、うん、いくで、せーの、うん、納豆。何、うん、たださ春なの。でも俺が持ってるやつがもしかしたらアキラと一致してるかもしれへん。じゃあもうこの前のやつ。ああ、じゃあ一緒に出す。うん、せーの。
え、何それ何それ、ミワのアメチキキな、生米ってこと。これ奈良のタクヤも奈良のやつやいや、これあの奈良のね、あの新しいお土産で、あの実家から送られてきたんよ。で、奈良そんなん持ってるかいやでも、もちろん被らんよ。被る自信なんてないけど、春らしいもんで、奈良のやつが唯一これやもう種子崩壊種子の崩壊が来ているもちろん被らんよって開き直ったら終わりじゃんいや今回はだから諦めちゃったわ、ちょっと。でもこの奈良のものっていうのでいいですよ。奈良ね、これに関しては、ね、これに関しては、うん、奈良ネバーランドのナイロンジャケットやからな。だなばかめっちゃなーやん。めっちゃなーやし、めっちゃハルナイロンジャケットでもいけたな、じゃあ。うん、そうだ。あー、ナイロンジャケットね。確かに春っぽいわ。いっぱいあるわ。うん、それやな、多分この正解は。これやな。ナイロンジャケットやったな。ちなみに、奈良、まさやんは？俺、なーで唯一思いついたんが、ナノライプの CD。いやいや、まさやん。いや。春ちゃ春っぽい。ナノライプ春良さそうやけど。ぽいっちゃぽいけど、そのタイトル言ってみて。春っぽいのあるか。ね、2曲目、あかね。あ、秋っぽいけどな。うん、秋っぽい。ないです。ないんかい。ないんかい。あかんやん。ナイロンジャケットやわ。うん、絶対、うん。めっちゃあるわ。それやったわ、正解は。みんな持ってたな。持ってたな。ナイロンジャケットは絶対持ってるよ。ちょっと、ナット冷蔵庫に戻してきていいですか？俺もちょっとナット冷蔵庫戻してくる。ナーがむずいわ。ちょっと。ナーむずかったな。なむずいけど意外とあるんですね、探すとね。じゃあ次、いきますか。はい。いきますよ。簡単なくるかな。ダンリリーリーから始まるリあ、俺遅い、まさやが好きなものが遅いさっきやん。リーから始まるまさやが好き。一個ずれてるわ。知るか。忘れてるわ。そんな知らんわ。好きなもん。なんで俺ら五十音順でマサヤの好きなもん把握してると思ってんの。知るか、そんなもん。ただ多分俺はあれちゃうかなって、もう。え？え？え？うせん、マサヤ本人の俺すらピン来たの来てないよまだ。リ？資源に合わせろじゃん。ざっくりでいいんやな。ざっくりでいいんやな。ざっくりでいいよ。うん。ざっくりそう、だってさっきも、まあ、奈良のなんちゃらかんちゃらみたいなやったから、うんうん、なんなら俺も好きよ。え、お、俺もそのジャンルのものいっぱい持ってると思う。ジャンルがいっぱいある。いや、そのジャンルでいっぱい種類があるってことだよね。まあまあまあ、それでいいんかな。そのワードチョイスいいんか、ちょっと不安になってきたけど。不安ない。俺が好きやね。でもただまさやんの好きっていうのでは俺、うん、ここ半年のまさやんは好きなんじゃないかなって思うんやけど。ここ半年のまさやん。ここ半年の。なんで知ってるん、ここ半年のまさやん。会ってたくない。ここ半年、もう10ヶ月ぐらいか。もう丸1年ぐらいまさやんそれのジャンル。のものよく使ってんじゃないかな。ジャンルのもの、ジャンルのもの、ジャンル。やし、リ少なからずみんなの家に何かしあるはず。何かし。え、あー、なるほどね。わかった。なるほど。今シゲが喋ったのすっげえ広い範囲の、うん、すごい広い話をしてるね今。だから多分マサヤンって想像して、うん、ちょっとでもこう、あってなったら、その、大まかで全員会えるから、ラジオとかで何してますかとか聞かれてる中で、まさやんが、
あ、マサヤンそういう、そう、あ、そう好きなんやみたいな、多分どっかで答えてるはずよ。は？ D？ ああ、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 ああ。D 側から。D 分からへんの？同じ方向向いて、二人同じ方向向いてる。どこ見てる？そっちに答えあるん？二人して。右に答えがある。右に答えがある。英語？で、いや、日本語。日本語？日本語か。シゲとマサヤン好きなものだし。うん。どっちが好き？うんうんうん、今マサヤンじゃないな、多分。今マサヤン。今マサヤン。好き具合。好き具合。変わるんや。変わるんや。はい。マサヤン、この多分分かってくれたと思うんだけど、うん、この選択肢、まあな、いいっちゃいいやな。うん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 。完璧な固有名詞ではないけど。そう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 、完璧な固有名詞ではない。持ってこれる、逆に持ってこれる逆、そう、逆に範囲が広いから、その絶対あるよね。マジで分からんねリーじゃちょっと一回マサヤ持ってきます。行きましょうか。多分これで違うかったら俺笑う。え、何？いや、ほんまよ。え、マジ分からん。え、ちょっと待って、俺ら、ほんとかれてる。置いてかれてるやん。リ？リって何？なんか。しかも幅が広い。しかも家にあんねん。カン、カンって言おうとなったで、今。冷蔵庫。カンって、金属音した。早かったね。え、俺らどうしたらいいん？思いついてない。なんか、リのものを思いついてない。リのものを思いついてるけど、家にない。いや、で言うと多分アキラが一番怪しいかな。怪しいらはない可能性ゼロじゃないかもやけど、タクヤはある。絶対ある。確かに冷蔵庫見てるもんだって。絶対冷蔵庫やわ。冷蔵庫、冷蔵庫ってどういうこと？冷蔵庫の中にある。冷蔵庫やろ。あー、俺はない。ざっくりね、オッケーちょ、置いてかんといて。置いてかんといてよ。リー、俺絶対持ってる。絶対持ってるよね。持ってる持ってる。で、え、冷蔵庫行けば。マサヤンの好きなものやで。多分これから考えるのがほんまに。マサヤンの好きなもの。唯一一回も使ってないもんがあったわ。え、何それ。え、ちょっと待って、俺だけ。ちょっと待って、どうしよう、パニックなる、これ。パニックなってる。え、冷蔵庫行った。え、ちょっと待って、冷蔵庫行った。冷蔵庫行ってない。冷蔵庫行くって何？冷蔵庫があるって。お前急な余裕やめろよ。急な余裕。うわ、嬉しい、合いそう。引き出物でも、え、え、引き出物。俺はもう引き出物でもろたわ。多分これは。ちゃうんかな。でも最悪なんか持ってくれ、合うかもよ。なんかね、適当に持ってきたら合うよ。うん、あの、結構守備範囲広い。守備範囲広いから今回。ほんま？うん。じゃあ、これにするわ。一回も、一回持ってくるわ。はい。はいはい。はい、これは結構ね、合いやすかったんじゃないかと。全然自信ない思いますけど。え、せーので出しますか。え、俺ちょっと、ちょ、俺さっきの方がいいか。俺さっきの方がいい。あ、タクヤさっき行く。うん、あ、じゃあサクヤ出して合ってたらみんな出そう、うん、あ、お、行くで。うんうん。料理酒。え、何そのリアクション。え、何そのリアクション。料理酒ね。どっち、どっち。料理酒ね。たかや料理酒ね。うん、料理酒。うん、じゃあ一人ずつ出していってみようか。じゃあ僕からいきます。僕、あ、アキラ出します。はい。料理道具やと思った。はい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 。あー、なるほどね。
じゃあ、ね、次僕これ怪しいぞ。おい、これ怪しくない？僕は料理道具やと思いました。おー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 、あれ、おお、あれじゃん。マサヤンは、それで言うと僕は料理調味料なので、こっちやん。タクヤ、こっちやん。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 まさかのタクヤなんですよ。そっちか。そっちか。だからこれあれやろ。あのマサヤが好きなもんやからマサヤが正解みたいなもんやろ。だから要は。そうやな。そう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 。まあ、そうかな。さっきまでパニックなってた人がまさかの。多分ほんまにキッチン行って目についたリから始まるもん持ってきたんこれ。あ、これあれや。じゃあほんまにでも、え、あの例えばちょっと昨日2日前ぐらいにこのゲームをやってたら、多分俺、多分シゲと同じようにフライパンか包丁か料理道具持ってきてたんやけど、うんうん、たまたま昨日俺このあの電動でこの、あ、塩とかケチャップ岩塩とか、そう、胡椒を触れるやつを昨日ちょうど買っちゃって、うーん、今すごい自分の中でのタイムリーやったから。でもマサヤの中でタイムリーなのは中の岩塩とか胡椒じゃなくてその道具やんな。なんとか自分に持っていこうとしてる。リズメ。まあでもこう、まあそのみんな気持ちいいまでいかんけど、もうさ、ほぼその料理というジャンル。そう、そう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 、近いとこまで来てたよ今。料理酒ね、まさか料理酒は一番そのほんまにリーから始まってるよね。これほんまリーから、もう俺こんなぴったりなのあると思ってなかった。料理酒。ちょっと夏なんでちょっと持ってきます。料理酒別に冷やさんでええで。うん、常温で大丈夫よ。俺にもらったってバラすな。撤回してちゃんと。あの発言を。おい、次行こう、次行こう。すでに46億年月日は経ち、完全に汚れてゆくもの気づきもなし、哀れな世界だ。何事にも興味はないな。結局は戻